にちは、柴田です。今回は新旧バーニーレスポールカスタムのレビューです。こちらは1980年のバーニーのレスポールカスタム、そしてこれは2010年のバーニーのレスポールカスタムで、ヘッドのね、インレイが違います。80年のはこのダイヤモンドインレイですね。近年のはこちらのロゴになっております。重量もね、全然違います。旧タイプはですね、これ 3.5kg で、これはね 4.2kg と重いっす。どちらも同じ RLC で、これはね60ですね。でこっちは55ということで、定価はね5000円の差です。早速ね、鳴らしていこうと思うんですけれども、どちらもねカスタマイズしておりまして、こちらの旧バーニーの方はディマジオのピックアップが2発乗っかっております。トーンゾーンとパフ、フロントがパフですね。そしてこれはね、ダンカーのピックアップが2発乗っております。 JB と59。このスペックだけ聞くと、こっちはねやっぱ重めで、こっちはねダンカーっぽいシャープな感じの音かな、そういうイメージをされる方が多いかと思うんですけれどもね、結構真逆な感じでね、これは面白かったですよ。意外や意外ということで、まずですね、直近の新しめなバーニーからいきましょう。ちょっと生音ね、まあ、しっかり張りがあってちょっと固めな印象ですよね。まあ、塗装もねまあまあ厚いんでね、ちょっとカリッとした生音になっております。でリアから太いんですよね、 JB が。重量感が強めで、なカラッと感はねあんまりない、枯れてる感は全然ないんで、これ実はですね、リアの JB にねタップつけてます。これでねカラッとなるんですよ。これが通常タップだと若干ちょっと枯れ感が出ると。まあ、どちらかというとこのギターはね、歪ませてから勝負な感じのギターなんで、ちょっと後ほどねオーバードライブかけていきましょう。続いてオールドです。うん、まあ、テンションもねさっきのよりは柔かめなので、ちょっと柔らかめな感じですよね。じゃあリアからいきましょうか。出音のスピード感がね全然違います。いいっすね、このねやっぱねパコーンとした、やっぱねオールドのいいところですね。ボディも軽いんでね、なんか軽快な感じ、ほんとね出音のスピード感ね全然違う。めちゃめちゃ速いです。ちょっとピックアップがね強めなので、深めにね歪ませます。うん、出音ね、ほんと速い、スピーディーっすね。
弾いてて非常に心地よくて、やっぱねフロントねこれいいっすよね。新しい方のねバーニーに変えてみましょう。これもね歪みはね結構ねいい感じなんですよ。抜け感はね断然ねこのオールドの方がいいっすよね。 JB とトーンゾーンでどちらかというとこっちのね JB の方が抜けやすいはずなんですけど、これは個体の差なんでしょうね。オールドの方がね断然トーンゾーンのオールドの方が抜けてます。でフロント、これも負けてないですね。どっちもいい。このね号泣ね結構ね当たりな号泣で、どのギターに乗せてても結構いい音が鳴ってくれるっていう号泣だったんですけど、これオールドと比べるとまあ同じぐらいな、どちらもいいっていう感じですね。ただですね出音のスピード感はね断然こっちのオールドの方がいいんで、なんでしょうね、何がねそんなに違うのかな。ボディの材、塗装まね重量も違うから、まあ、いろんな要素があると思うんですけれども、これはね実際にねこう手に取って鳴らしてみないと分かんないところだと思うんで、まあぜひぜひですね千葉管楽器をお越しの際は試奏してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。